Učio sam da pristupim na goji.90年のイタリアワールドカップをはじめ代表歴40試合と華麗な実績を誇るストイコビッチ選手なんですが、はい、記者会見では名前がドラゴンに似ているから、まあ、ドラゴンと呼んでねと、まあ、気さくな、ね、一面もあるんです ね、 ね、まあ、合流するのは7月4日の沖縄キャンプからということです、はい、勝利の執着心という、ね、言葉がありましたけれども、はい、すごいやっぱりね結果ということにやっぱりこだわってますから、そういう意味でグランパスに、ね、強烈に勝つという意識を植え付けるという意味でもこれは非常にいいかもしれませんね。はい、このストイコビッチ選手のプレーというのはなかなか見たことないんですけれども、はい、私もこれね初めてなんですけど、テクニック持ってますね。この10番の白いユニフォームの10番の選手がストイコビッチ選手なんですけども、なんか相性がこう妖精っていう意味らしいんですけどね、本当に華麗な技なんですよね。華麗ですよね。自分で見てもらいたいのが僕のテクニックだなって言ってましたけど、そうなんですよ、ね、なんかもね見事なパスですけれどもね、さあどういうプレーをしてくれるんでしょうか、楽しみですけれども、新しいものへの挑戦、これはどういうチームになるか。そしてもう一人期待のビニッチ選手、同じね、はい、ユーゴスラビアの元代表選手なんですけれども、はい、ビニッチ選手、こちらは今日 ね正式な契約が結ばれます、はい、レッドスターというチームでですね、この二人は一緒にプレーしたことがあって、ストイコビッチ選手もビニッチはいい選手だというふうに認めてますんでね、これで実はグランパスの選手が6人ということになりましたね。ちょっとこう大変ですね、サバイバル戦っていうんですか、はい、5人までしかね登録できませんので、この辺監督も頭を悩ませるでしょうね。そうですね、まあ本当に競争が熾烈になってきました。これ日本人選手もねうまいことを相乗効果でぐるっとチームの力が上がっていけばいいんですけどね。はい、はい、さあ先週のグランパスなんですけれども、はい、ご覧のようになっております。清水エスパルス、これ優勝、ね、優勝のねかかったゲームだったんですけれども、1対0負けてしまいました。そしてジェフ市原に、これアウェーでの2勝目ということになりました。1勝1敗でした。そのゲームの模様をご覧いただきます。以上見せレカグランパス、優勝戦線に絡むエスパルスとの大事な一戦は延長後半8分、コーナーキックからのボールを長谷川がつないでトニーニョが頭でゲット。グランパス小倉の途中交代もあり、最後に力尽きてしまいました。そして小倉対ジョー、シンデレラボーイ同士の初対決が注目されました。このゲームロイヤルボックスにはあのファルカン日本代表監督、スタンドからは新外国人選手ストイコビッチ選手、ビーチ選手も観戦です。さあサイドの代表入りに向けファルカンにアピールしたいジョー、ポストに弾かれたこのボールをシュート、しかしクロスバーの上、悔しがります。一方の小倉、右サイドから自分で持ち込んでいきます。そして得意の手足でシュート、しかしこれもキーパーに弾かれます。ノーガードの打ち合いとなったこのゲーム、必死で盛り立てたのがこの人、伊藤裕二選手です。鋭いシュートにもこの反応、ファルカンの目を釘付けです。後半19分、小倉が見せます。相手ディフェンダー2人をドリブルで抜きます。そしてマークをかわして絶妙のセンタリング、そこを森山がドンピシャにヘッドで折り返してジョルジーニが難なくゲット。ライバルとなる新外国人選手の目の前でジョルジーニが決勝ゴール。全ての選手が意地を見せグランパスがジェフを下しています。グランパスいい選手、ありねびひ izdvajao nekoga posebno da sviđa mi se kratko vreme da bi izdvojio možda 7 i 10 da。やっぱり小倉選手はどうだろうね、すごいストイコビッチの目にも止まってるんですね。 でもその小倉選手、このところ必ずこう得点には絡んでるような気がしますよ ね。4得点小倉選手ゴールしてから上げてますが、その4得点全てに絡んでるという見事な働きぶり、ゴールはね残念ながら見られませんでした。それにしても伊藤選手がファルカンの前で素晴らしいプレーを連発、これは代表入りかななんてね、すごいアピールになりましたよね。期待も持っちゃいますよね。はい、はい、残りはあと1試合ということで、これもねいいゲームをしてもらいたいというふうに思います。頑張ってください。はい。